おはようございます。8日目です。今日は文化の日ですね。はい、ここは道の駅港オアシス宇和島のこれ市内にあります、ね、非常に立地条件がいいですね。すぐ横にコンビニもあるし、道の駅はまだやってないですけど、レストランは7時半からやっとるということで、今朝食も置いてます。ちょっと今日は天気がどうですかね。ちょっとパラパラとは来てます。よし、出発ですね。半分の農業、半分漁業の里だって。だんだん畑が見えてるんですよ。ゆすみずがうらの段々畑、こちらですね。これは村景観って言っとったよな、ちゃったっけ。村景観100選です。こちらが今のそのゆすみずがうらか、ここはなんだ、宇和島市だろうな、きっと。畑に麺な、しかしすごい登り口ですね、これ。先行き。ちゃんと一段ずつ買って畑になってますね、これは大変だな畑やるのも大変だぜ、これは。あそこ、おばちゃんが畑やってるね。ああ、なかなかのもんですね、だけど。何か、絹さやじゃないか。へえ。これ見ながら、胸がもう、胸一個に一個ずつ。まあ、なんちゅう。へえ。まあ、多分あっちが日本庭園だな、南楽園。はい、これが宇和島市の都市公園です。南楽園案内。雨だからここで終わりだなはい、来ました、終わり。はい、この道が南楽街道、南陸街道、南陸街道道百選の道です。大したことないですね、まあ、この木の感じがいいということなんでしょうかね。この近くに火がありますから、まあ、その火で写真撮って終わりですね。すぐその交差点はもう国道56号線です。56から入ったすぐのところにこの道百選の碑がありました。南陸街道、まあ、さっきも言いましたけど、なかなか感じがいい道は感じがいい道ですね。ここですね、スノカー公園渚百選です。海はどっち？あ、海水浴場あっちだ。これ海水浴場と書いてありましたけど、こんなんですね。岩ですよ。石ころか。で、これが渚百選の海岸ですね。
これは愛南町と書いてあったかな、確か。外泊まりとありますけど、ここは、石垣の里ということで、風景百選。なかなかのもんですね、石垣群。今日お祭りやってますね。今日は11月の3日ですからね、お祭り多いですよ。この辺からの眺めがいいですね。歴史風土になっとった俺、風水害に備えるためのなんか。風水害に備える石垣だって。あそこまでも津波来やへん。あ、じゃああれですね、違反してますね、石垣じゃないです。この辺からあれか感じですね。みんな仕掛けですね。おお、これすごいじゃないか。これはもうなかなかのもんですね、この眺めは。これはなかなか。ねえ、大したもんだぞ。これこんな集落あんまりないぜ。なんだこれ。島で直接。いや、石ですね。窓まで開けたのこれ石垣で。水も綺麗ですね、透き通ってます。今日は何の養殖やってんだろうね。雲母岬、東大50線の灯台がありますけど、多分こちらにあるでしょうね。灯台は見ません。遊歩道ができてますけど、灯台が見当たらんですね。灯台のことは踏んで一言も何も書いてないです。これは何書いてどんな、もう太平洋なのかな、そうでもないか。太平洋なんだろうな、きっと。もう瀬戸内海は遠いに終わってるから、もうすぐ高知県ですもんね。いきなりこんな山の中にありましたね。これが50銭の灯台か、期待外れだな。優位に入るって言っても海が見えへんじゃないか。宝護水道、宇和海を航行する道。ここだからまだ太平洋まで行ってないんだ。太平洋じゃないな。何水道と書いてある？宝護水道か。はい。いかんじゃん、これ海が見えんもん。この岬だからもう下の岸壁が見えるんかなと思ったら、これはダメだ。豊後水道、まだ太平洋まで行ってないですね。なかなかのもんじゃ。キラが張ってるな。はい、こちらは高知県宿毛市です。宿毛市の大島という、ところからの眺めです。宿毛市は夕日百選と
どこがいいポイントか分かりませんけど、この辺からがまあいいということらしいですね。そんな宿やってんの、あの白い建屋、今、風呂に入った国民宿舎です。その下の海岸、海洋海岸って言うんですけど、こっからの、夕日が百選になってます。あっちの、あっちだろうな、きっと。だるま夕日ちゃんとあるじゃん、日本の夕日百選。どうやってどの岩からなんだろうな、位置がはっきりしてるの。ここと違うじゃないか。さっきのやっぱあっち側に落ちるんだろうな、あ、あの山か、山あっちに、だるま夕日が見えるんだな、きっと。今日は全く当然無理です。夕日も見えませんまあ、道の駅すくもです。ここからの夕日も、百選のポイントになったみたいです。こんな風に見えるんですね。すごいですね、だるま夕日。だるま夕日はしょっちゅう見えるわけじゃないですね。どこが夕日のポイント、あれだって。そっち海にすぐ15日ぐらいから見えるんだ。へえ。でもまああちらに海に落ちるんでしょうね。うん、あ、なかなかのもんでとこですね。お、水もきれいだよ。猫もきれいだよ。猫が通るのよ。寄ってくるし。おい、猫太郎。みんな寄ってくる。三毛猫じゃないか、珍しいじゃないか。慣れてるの。ミニケイはほとんどメスだぜ。メスだったら何十万円とするの。よし、残念。じゃい、こっち向け、こっち向かんか、お前。また写真撮ってるって寄ってこんでいいわ、いちいち